はい、3回目です。いや、まだね、ちょっと山まで来てないんですけども、やっぱスプレーしたとこやっぱツルツルするなというのはどうでもいいことで、今ちょっとダイバーシティアンテナのね、配線を、ショートにしました。前ね、こういう太いコードでしたが、細くしてね、ここで熱収縮チューブを使いまして、あと 0.2 スケアのね、この細い、黒のリード線をこのガラスとゴムの間に割り込みますました。下までね、行かないんで途中で切断しております。左はね、うまいこと行きましてね、ここで熱収縮しまして、ちょっと外れるんで、攻めないんですが、アロマロがしてます。あと、このゴムの間にね、シューッと入って、こっちはね、左はすんなり入ったんで、以前の通り、ここね、前穴開けて通したとこね、ここに配線を通しておきます。左がうまいこと言ったかなと思いますね。右はちょっときつかったんでね、途中でも諦めましたが、こんな感じです。なんか綺麗に落ちたんで、スプレーのあれがついてるな。まあ以上こんな感じかな。これ2段階収縮になっております。普段こう上げておきます。ちょっと威嚇ですね、威嚇っぽい覆面やぞみたいな感じだね。やっぱ左がちょっと外側にちょっと向き加減があるな、ちょっと若干。まあいいとしましょう。素人なんでね、素人付けなんで、それはもうどんな感じ。というわけでね、今からちょっと、山の方へ行っていきたいと思います。神。